カスマプゲは大韓民国のカシュミナミチンの楽曲。1967年発売。日本ではリシゲアイの歌唱で知られる。作詞、テート、守る、作曲、キ椿石、編曲、ク、キホ、カスムは韓国語で、胸や、心、アプゲは、アプダの活用型で、痛く、苦しくなどの意味である。1967年に、 韓国歌謡の黄金作詞作曲家コンビであるテート、マモルと僕椿石によって制作され、ポップス系からトロットに転向した南ナの歌唱で同名の主演映画も制作されるほど大ヒットする。南ナはこの曲で1969年度の TBC 放送歌謡大賞を受賞した。1976年、三河健一が星野哲郎役史による日本語カバーを発売。 1977年、日本に進出した、韓国の女性ポピュラー歌手リシュゲアイが、サルヒガシ東雲の役詞でカバーし、大ヒットを記録する。以降、韓国歌謡が日本に紹介されるきっかけとなった。1967年公開。監督、パク・サンホ、主演、南ミミン・ムンヒ。韓国の女性歌手リシュゲアイの日本でのデビューシングル。1977年発売。 発売元は、東芝 EMI。韓国の曲として、日本で最初にヒットした。カスマプゲは、1976年1月25日に発売された、三河健一の36枚目のシングル、カスマプゲ愛に死なれて、ありがとうございます。